はい、今回はね、甘酒、冷やしの甘酒ですね。3月に限定品ということで。なんだろう。うん。黒蜜が、多少ちょっと入ってて。うん。まろやかで。ああ、うまみのある。おいしいですね。とろみがあって。うん。まあ、結構な甘みと美味しさがあってね。この黒蜜を使用することで、うん、ちょっとした甘みがあり、そこにこう、お酒の味と米のおかずのね、で、それで、こう、まろやかさがあって、非常にいいなという感じで、飲みやすくてね、ちょっと酔っ払ってしまうような感じですが、なかなかいいなって感じです。どうもありがとうございます。